さんおはようございます。バッパー翔太でございます。今回なんですけど、まあ、タイトル見てもらったら分かるんですけど、サニーさんのこのエリアを作っていきたいなと思います。このエリア分かります？ルースさん。What is that?Your t-shirt? No, come on. ルースさん、このエリアって言ったら心臓でしょ。Heart ね。はい。はい。ということで、一番重要な作業になるということで、ついにこのエリアが来ました。このエリア見てください。これですよ、ルースさん。ソーラーパネル。これ全部でサニーさんの心臓になる部分です。約1500ワットあります。約1500ワット。めっちゃでかい。うん、まあトニーさんは、100ワットが3枚あったんで300ワットだったんで、まあトニーさんの5倍大きくなるっていう感じです。今回ね、やばい、ごっつでかいで、ドッキンドッキンドッキン、ごっつするで。全然違う。まあ1年半サニートニーさんに住んでみて、まず一番初めは100ワットで来ましたね。さ、覚えてます？一番初めした時100ワット。まあ初めはね、僕らもそんな、太陽光のこと全然わからんかって、まあ、100ワットの人ってええよだろうっていうことで、だん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 生活していって、100ワットじゃ足りんな。で、ちょっと上げていこうか、上げていこうかってなって、まあ最終的にトニーさん300ワットだったんですけど、トニーさんは持って大体2日ぐらいでしたね。どう思う？はい、そうですね。Always depends on the weather. ああ、もう、お願いします、晴れてください。で、まあ、トニーさんの中でちょっと編集とかもしてたんで、まあ、雨が続くと電気がなくなって編集ができなかったりっていうトラブルとかもあったりしましたね。覚えてますか？グッドメモリーやるさん。時々ね、このポータブル電源を温泉に持って行って、すみません、ちょっとお金払うんで充電させてくださいっていうこととかもありました、正直。でもみんなめっちゃええ人やったんで、全然充電してみたいな感じだったんですけど。そういったトラブルをこれからサニーさんは家になるんでなくしたいということで、ソーラーパネル張り切ってつけていこうかなと思ってます。 OK ということで、今からなんですけど早速開封していきたいなと思うんですけど、これ重たさだいたい1枚10キロ9キロありますということで、20キロが4枚つくっていうことで、80キロが3人さんの頭の上に来るっていうことで、もうほんま心配してました。この最大安定傾斜角度で、これ調べた結果、ちゃんと計算した結果、これでギリギリいけるっていうことで、これ以上重たいのはもう乗せれません。で、まあ、初めフレキシブルっていうやつあるじゃないですか、ふにゃふにゃのやつ、それをちょっと考えてたんですけど、まあいろいろプロの方と相談したところ、やっぱフレキシブルはあまり発電しない、このソーラーパネルの中下にこのエアーがないとダメらしいです、風の通しがないと。ということで、ルスさんオープニングタイムでございます。わお、家のソーラーみたいやね。はい、家のソーラー。これは家のソーラーです。皆さん見てください。お、すごい。あ、ルースさんの5倍ぐらいある。5 times bigger than ルース。 20? Yes. I think it's like 7 20の100枚100 What? What solar? 1枚と 3枚できる。あ、そうかな。あ、それぐらいか。 One solar panel is like this much, right? はいはい、トニーね。 Yeah, it's like 350. なるほど。現在の天気はちょっと曇りっぽいか、曇り晴れみたいな、ちょっと雲が霞んでるんですけど、今何ワットチャージするのかってなっていうのを挑戦したいなと思います。ということで、今からなんですけどちょっとテストしていくんですけど、このソーラーパネルが350ワットなんで、まあ、テストできるのが多分エコフローさんの EF デルタが最大400ワットまで、入れることができるんで、ちょっとテストしたいなと思います。まあ、これからね、サニーの上につけた時は1400か1400ワット全部つなげて、まあ、ちょっと違うサブバッテリーシステムをちょっと作るんですけど、それはまだちょっと時間がかかるんで、もうちょい後なんですけど、今回は1枚1枚ソーラーが発電してるかどうかなっていうのをちょっとチェックしたいなと思うんで、とりあえずエコフローにつなげてテストだけしたいなと思います。 OK? Your leg is in the way now. You big leg. You tiny leg. OK? 運命の瞬間です、皆さん。So, 今何パーセントですか、エコフロー。今 83%、 0ワットインプット、 OK? アウトプット0、何も使ってないんで、まあ、インプットに何歩来るかっていうのが楽しみです。そういうこと、1枚で、え、お、来た来た、しょぼ、安定してないな。あ、来た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 。No, only 100来たで。曇りで100ワット。この122でもこれトニーがマクシマムで充電してた時やね。Yeah. いつマクシマムだ、トニー。1枚で。So, どう、ルースさん、結構少ないけど。No, I'm super happy with that. Like, maybe it looks not so much, but this is a very like overcast, cloudy day. There's, you cannot see blue in the sky today. Blue sky ないですけど。
I'm really happy with that. So if we have four, it's maybe 400 watts. Yes. That's insane. Like, there's 400 watts って何かってあんま分からないと思いますよ。Yeah. Let's show what we're usually using during van life. そうやね。まあ、during the van life、どんなものが、たくさん使うのかっていうのをちょっと皆さんにちょっとシェアできたらちょっとアイディアできるかなと思うんで、ただいまより、ソーラー研究員の、翔太、エクスパート翔太、アシスタントのルース、エクスパートルース、よろしくお願いいたします。ということで、前のガイナみたいな感じですよね、なんかエクスプレイン研究ね。ということで、皆さんちょっとアイディアがないと思います。実際バンライブしてて、どんなもん使って、どんなもん、何ワット使ってるかっていうのをこれからちょっと見せていきたいなと思います。まずは、ベーシックの携帯の方からいきたいなと思います。携帯電話ね、携帯電話一体何ワット消費してるのかなっていうのをちょっと皆さんにシェアしたいなと思います。アシスタントのルース、よろしくお願いいたします。プラグイン、イエス。チャージング ?OK、ファーストチャージング、急速充電中になっております、画面。ということで、何ワット?12ワット使ってます。Oh, so yeah, so like Juichi, Juusan, changing around. And then if we change that to the normal USB, which is probably what most people will use, you want? It's much less. Less. ということで遅いこっちの方がね。Futsu USB 4 watts. So that's really, really low.ということで、もし充電、普通に携帯だけ充電するんやったら、ほんまもう 100W で全然十分です。ね。はい。続きまして、コンピューターの方、MacBook ね、いつも編集で使ってる MacBook、トニーさんの中に1年半住んで、ちょっと研究して、どうやったら電気を節約できるかなみたいな感じで、いろいろ試してて、この MacBook も、AC の電源から普通のコンセントでつなぐより、それを取って、Type-C にして、Type-C を直接つなぐ方がすごい節電です。ということで、Type-C、なんぼ使ってるのかっていうのをちょっとチェックしたいなと思います。MacBook めっちゃ使うよね、仕事編集とかで。これが2台僕ら使うんで、さて、なんぼでしょうか。One second, this is going up. Now is it 57? 57.ということで、今 57W 使ってるということで、もしこれがパソコン2台あったら 120W ということで、トニーさんは 300W ついてて、1つが冷蔵庫で、2つがパソコンに使ってたんで、 100W100W で、一番、高い時で 60W×2 の発電 120W ぐらいしかしてなかったんで、まあ、これと、もう1つ、パソコン使ってもう終わりみたいな感じですかね。で、他にまた携帯とかいろんなもん充電しとったら、バッテリーがどん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 、なんぼ腫れててもなくなっていくっていう感じです。OK! ということで、次なんですけど、ビアタイムでございます。ということで、ビアいただきます。It's 9 a.m. さすがにそこまで僕はアルチューじゃないですよ。まあ、次は冷蔵庫でございます。そう、冷蔵庫こう入れ始めは多分 53W。これは何でか言うと、多分入れ始めたんで、今多分設定した温度に下げようとしてるんで 53W なんですけど、それが落ち着いてくるとだいたい 4W ぐらい、何歩ぐらい落ち着いてったら、ああ、 7W ぐらいに差がある感じです。特にソーラーパネルは夜は発電しないんで、夜もこれつけっぱなしにしとかないといけないんで、まあ、このエコフローさんが例えば 100% 夜寝る前にあったとして、朝起きたら80とか70まで減ってる時とかあるね。で、次の日雨やったらもう最悪ですね。もう次の日雨だったらもう最悪や。もうフリージンなんかいっぱい肉とか魚とか臭いとか入ってたんで、暑い夏の暑い日とかやったらもう腐ってまうで言うて困ってもて、で、まあ、温泉にもて、すいません、充電させてもらえないですかとか言うたりね、そういうドラマが結構ありました。そういうのも動画撮ってよかった。はい、ショートのソーセージいつも覚えてる、リオとこオフショートだって全部ソーセージ食べないといけない。もう明日から1週間雨やから、もう冷蔵庫の中腐るから、ソーセージも全部食べてくださいということで、もうソーセージパラダイスとかもありましたね。OK、そう、次、ヘアシューズね。ヘアアイロン。日本語何？アイロン。ヘアアイロン。そう、毎日大抵5分だけ使う。これが多分トニーさんで生活してた中で、多分一番消費電力が高いと思います。どんな感じでしょうか、見てみましょう。When we had the 100 watt solar panel, Shota was like, no straight hair today. No straight hair. トニーさんの中で絶対使わないでください。電気なくなるんで。ラップトップ命です。ラップトップ or straight hair? Which one?YouTube みんな動画出すのか、ヘアストレートなのか、どっちがいいですか。Difficult choice. Very difficult choice. Okay, so. 大体何歩ぐらいなんですか。あんま見えへんけど。120ぐらいらしいです、皆さん。はい。まあでも5分だけなんで、あ、120行ったり、140行ったり、行かんかったり。トニーさんの中で、禁止されてたものがあります。
消費電力が高い、まずヘアドライヤー、ルースさんヘアドライヤー使いたいって言ってたんですけど、ヘアドライヤーがここ先ワッテージあったんですけど、これが何本ぐらい、1200ワットぐらいになるね、1200ワットぐらいになるんで、まあエコフローさんはそれでいけるんですけど、1200使ったらもう電気速攻なくなってまうってことで禁止。あと何やったっけ、やりたかったこと、re-engy, but we didn't really have space, some people have like re-engy, right? レンジも何本ぐらいワット数、1000ワットぐらい使うかな、 depends on the brand, I think between 600 and 1000、はい、レンジもダメです、たこ焼きも500から600ワット使うんで、まあ、トニーさんの中ではトニーさんのソーラーシステムではちょっと厳しかったというのがありますね。すぐ電気なくなってもて、もう温泉行ってすいません、電気すぐ行かなかった、めっちゃ気をつけないといけなかった、はい、はい、まあということで今回ちょっと皆さんにどんな感じ、バンライフで使うアイテムでどんな感じの消費電力かなっていうのをちょっとシェアしてみました、はい、ということでソーラー取り付けていきますか。 Yeah, let's get it on。 よし、ということで今からソーラーパネル持っていきます。そこ行っちゃう、見たことない、もうとりあえずここに一回置きますか。よしさん、よろしくお願いします。 OK, I go up。お願いしますよ。怖いぞこれ。めっちゃ重たいだろ。え？機械必要。機械必要。オッケー。できてた？はい。I'm gonna carry here。大丈夫ですか？さすがね。行く？おい、正解。Okay。おい、正解。Yeah。Okay, I've let go. I'm not holding anymore. Okay. Okay. Huge. I'm coming out the leather. Okay. Okay. Yes. Got it. Yes. Good. Oh. Yes. How's that? めっちゃでかいな。1枚ついてます。はい。あと2枚前についてもう1枚後ろに。つく感じです。で今からなんですけど、これを、こんな感じで取り付け、反対か、こんな感じでソーラーをつけるんで、今から、ソーラーまた穴開けなあかんので、ソーラーどこを穴開けるかっていうのをちょっと型取りして、まあ一個一個多分ちょっと違うと思うんですよね、微妙にその長さとか。で一回一回こう上げて型取って、下行って穴開けて、でつなげるっていう感じの作業になります。15、ソーラー取り付けても、このソーラーのケーブルが中に、バスの中に行かないと何の意味もない。はいはい。ということで、ソーラーの穴を作らないとダメですよ、まず。今さっきそれでしょ。はい、OK。穴作って、ケーブル入る穴作って、それからソーラー設置ですわ。OK。アホですね。やばい。OK。アホですよ。ソーラーケーブルが入る、車の中に入るところを作っていきたいなと思います。で、使うのがこれですね。はい。で、こんな感じでしようかなと思ってます。なんでここにしたかというと、ここはちょっとフラットエリアがあるんで、なかなか日産シビリアン、フラットエリアがありません。ということで、まあほんま初めここにしようかなと思ってたんですけど、ここはすごい傾いてるんでダメね。でソーラーの下とかやったらまあいいんですけど、ちょっとメンテナンスとかするときちょっと大変そうだなと思うんで、こことここのマックスワンの間はソーラーがつかないんで、ここにすることにします。まあもうルーフ慣れましたよ。We get used to, right? Yeah, we're only happy to live on the roof. We don't need to inside the bus. It's always on the roof. ルーフ住んでますからね、もう。
鉄粉丸ごとクリーナーでまだ鉄粉を掃除してるんですけど、相変わらず臭いね、トニスさんのみたいな感じの匂いは。ドギーシー、鉄粉多いな。よし、で、こっからソーラーのケーブルが2本入る感じですけど、 I hope it's going to fit one in there. Yes. ギリギリ入る、めっちゃいい感じや。これで問題ないです。よし、次はこれをレール側に入れて、またねレールから入れて、でワッシャーとナットで繋いでいきます。失敗したくなかったので1枚ずつソーラーパネルを上げて下ろして上げて下ろしてでやりました。最後の方なんで、なんか前の方だとちょっとソーラーパネルの感覚がちょっと違ってたので、やっぱり上げて下ろしてしんどかったですけど、やってよかったなと思いました。まあでもルーフキャリアを作った時より全然楽に済んだので、まあ良かったかなと思います。 OK、 サネルさん、すごい、めっちゃめちゃいい、どうも、わー、そんな感じです。すいません、あのもの何ですか、ショートの着てない靴下ですか。違いますよ、めちゃくちゃいい匂いの靴下です。いや、いかがですか。もちろん欲してない。いかがですか、欲しくないですか。いや、なんで靴下オフ。暑いからです。暑い、今日めっちゃ暑い。まあ、ということで、もうこれ以上ソーラーパネル置くことはできません。さて、まあ、どんな感じで発電してくれるのかっていうのはちょっと楽しみなんですけど、今からまだちょっとね配線しないといけないですね、うん、で今回ソーラーは直流につなぎたいなと思います。で直流につないで、あそこの、マックスファンがあるところから、車内に入っていくっていう感じです。はい、あ、でもう一つなんですけど、アース線って知ってる、ルースさん。 Yeah, so we need to do アース線もせなあかん。 Earth cable、うん、アースケーブルちょっとせなあかんなんですけど、まだちょっとやり方がわからないんで、皆さんちょっとやり方知ってる人おったら教えてください。これアース線を引かなあかんのと、あと安全の何ていうんですかね、ロープですね、セーフティーライン、セーフティーライン、あのもしこのソーラーパネルが運転中飛んでいっても、どっかに引っ掛けれることに引っ掛けておくことによって、まあ大丈夫っていう感じになる感じです。はい、まあ、それをちょっと、これからしないといけないんですけど、まあ、とりあえず 1400W、サニーさんの頭の上に置くことができました。こんな感じです。ということで皆さん、ルーフの方完璧です。イエス、しました。あー、疲れたな、長かったな、ルーフも。そう、ただいまなんですけど2枚目なんですけど、今3時50分ということで火がだいぶ沈みかけなんですけど、ちょっと太陽が出たっていうことで、何のワット出とうかちょっと調べてみましょう。ルーフさん、どうぞ。220、240、はい、260。